はい、どうも、シュウティブでーす。お願いします。お願いします。はい、今日の企画なんですか？何も聞かされてない。え？何も聞かされてない。聞かされてない？うん。なことないでしょ。本当で。本当？うん。今日何が言いたいか分かりますか？皆さん、見てる人。なんか告知したいんですよ。てれん。告知？うん。告知。ダメだ。紹介告知。紹介告知？あ、なるほどね。何？このプロプレゼント。違う。違う。なんかそれ言ってたからな。違います。なんだ、紹介か…あ、わかった。わかりましたか？これか。そうだよ、これだよ。そうだ、じゃあ言ってたか。そうだそうだそうだ。撮るとは言ってなかったけど。はい、はい、今回ですね、翔平 TV 2022年モデルの、はい、T シャツが完成しました。こちらですね、はい。バーンとね、はい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 、完成をしました。でもすでに僕以外にもこの間炎上されたいいですか、炎上した人。まあムーから始まる人。俺は何も言えねえぞ。ムーから始まる人いるじゃないですか。はい、もう5年ぐらいの中なんで何でも言えちゃうんで。ムーから始まる人がね、この間謝罪動画を出したんですよね、炎上してからの。その時に僕の2019年モデルの翔平 T シャツで、そうですね、謝罪をしやがったんですよ。まあ前回もなんかで謝罪だか物申す時もそれ来てたんですよね。ヤフーニュースで見たな。ふざけんじゃねえよっつってスッと着ろ。多分スーツを着てくれ。向こうさんもああいうなんか大きいのがいいって言い出したんですよ。で、モンスターさんがお願いしてたら、あ、じゃあ2022年モデル作っちゃうよみたいな。はいはいはい、2021年はもうクロスポのジニのあれなんで、来年モデルとして作っちゃおうよってことで、はい、今回こちらのシャツを作りました。はい、で、特徴としてやっぱビッグシルエット。そうですね、大きいサイズなんですよ、まあ、今流行りのっていうか。そうなんですよ。で、まあこれはちなみに XL のビッグシルエットなんですけど、うん、XL だけど、それが一番上なんですよ、はい、サイズ的には。で、S から XL まであって、その XL を着てるんですけど、はい、普通のシャツで言ったら多分 5L とか 4L レベルの大きさです。だから僕が着たらまあちょうどいい。サガゼンさんで売ってるような。そうですね。だけどビッグシルエットだからってことですよね。そう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 。そうで、ちなみに両辺のやつはこれで S なんですよ、サイズ、はい。そうですね、まあちょっと丈が短かったけど、ね、短いんですよ。まあモデルだからね。そうそうそう、そう、うん、で、まあ、こちら今度モンタナさんで販売します。はいはい、もしね一緒にね来てくれる方いましたら、いつかね、わかんない、まだすぐじゃないと思うんですけど、2022年モデルなんで、まあ、10月か11月か12月ぐらいに出ると思うんで。メーカーみたいだな、次の年のモデル10月11月に出出ると思うんでね、ぜひ来てください一緒に。はい、まあ時期的にもう長袖とかほらあったかいの着ちゃうと思うんですよ、うん、なんでワンチャン長袖とかパーカーとかもなんか出すとか話はしてるんで、まあそれもおいおいね、もしね作るんであればご連絡しますんで、はい、一緒に来てください。お願いします。お願いします。ちなみに後ろは何もありません。今回作るにあたってここだけにかなり集中して作りました。案がめちゃくちゃ送られてきて、はい、皆さんこれ何に見えますか？このこれ白いの、白いのこれ、なんかモンターさん的にはサーフィンをイメージしてらっしゃる。サーフボードサーフボードをイメージして作ってくれたらしいんですけど、いやサーフィンやんねえし、そう、野球どこ行ったっていう、野球どこ行ったっていう話だし、全然知らんしサーフィンわかんないしってことで、僕的にマウンドっぽくしてくださいって言って、はいはい、マウンドの傾斜の方あるね、マウンド、なんでちょっとこのマウンドから投げてる翔平みたいな、うんうん、イメージになってます。で、ここの見えますか、この T ね、 T の文字にこっそり翔平 TV R&M と、はい、記載がありますんで、凝ってますね。ちょっとね、本当はね、本当この辺に、この辺でいいんじゃないですかみたいな R&M、 はいはい、はい、もう付属ぐらいのこの辺でやるね、翔平 TV R&M この辺でいいんじゃないですかって言ったんで、まあここにね来てくれました。ありがとうございます。はい、R は両辺の R、 M はモンタナの M です。で、絵がもう一応マサヤなんで、そうそうそう、一応この本当は M に事情がいいんですけど、まあ M にしました。まあ M 事情多分入らないし、入らないモンタナさんと絵画の、はい、M が入ってます。はいはいはい、そんな感じでちゃんと3人みんな入ってるよっていうシャツになりますんで、はい、はい、ビッグシルエットめちゃめちゃおすすめなんで、はい、今後ともよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで本日はこちらのシャツを紹介しました。この動画いいなと思ったら、欲しいなと思った方、買いたいなと思った方、あとは両平何そのキャップの中のなんか変な帽子と思った方は、チャンネル登録とコメントと、はい、温かいコメント、そしていいねボタンよろしくお願いします。お願いします。それではあじゃーん、ダグダグ。
グダグダね。牛丼かな。小林さん今日疲れてます。プレゼント企画開始します。はい、ついにもう2000人いったんで、もうあげましょうってことで。はい、もうあげちゃいます。まずは本田さんおめでとうございます。おめでとうございます。2000人おめでとうございます。はい、まあ応募条件、まあ、簡単です。翔平 TV の登録、そして9月30日までに翔平 TV の動画配信されますんで、いろいろね、はい、それにコメントすること。1回でもいいですよ。1回でも2回でも3回でもいいですよ、うん、グローブ欲しいですもいいけど、動画に対してのコメントをするだけでも応募となります。別に動画のコメントするだけでも応募できるんで、はい、はいはい、たくさんのコメントしてご自身のアカウントをアピールしてください。9月30日までにいろんなコメントよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、デサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、 OK。 この動画なり、まあいろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらうような形です、まあ、常に横から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんないん で、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、パワー自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。じゃあ突っ込ましたいの。うまいっすね。グダグダって普通に言えばいいけど、あえてダグダグって言って、いや俺はポケモンのディグダを言ってほしかった。